公益財団法人、大谷宗一文庫は、大谷宗一が亡くなった。翌年の1971年5月17日、膨大な雑誌のコレクションを基礎として作られた、専門図書館、大谷宗一文庫を運営する公益法人、元文部科学省書館、日本を代表する非公立図書館の一つと位置づけられている。大谷コレクションは、 週刊誌をはじめとする通俗的な雑誌を、大谷独特の視点と方法により、作品付けられている。県名別、人名別の雑誌記事作品総目録が刊行されているが、普通の雑誌記事作品では見られない記事を拾っている。2018年時点で、雑誌約1万種類、78万冊、現在刊行されている雑誌だけでも1000種類を収蔵している。 1874年に、慶応義塾出版社から出版された民間雑誌など、明治や大正に創刊された雑誌の創刊号も保管されている。大谷総一は、古本市や古書店に通って収集した20万冊のコレクションを、雑草文庫として知人に惜しみなく開放していた。大谷志後の1971年、マスコミをはじめとする各界の支援により、 大谷のコレクションを引き継いだ大谷総一文庫が創設された。大谷の意思を尊重して広く一般に公開され、大谷の書斎が再現されたコーナーも作られた。当初は1日平均2人に満たなかった利用者は、1976年発生したロッキード事件で多くの報道関係者が押し寄せて以来、多くのジャーナリストやライターに愛用されるようになった。 ピーク時の2000年には1年間でおよそ10万人の利用者があったが2015年度は8.7万人となっている。マスコミ関係者の利用が9割という。また、専門図書館の中でもよく利用されているとされる。2018年、約20年ぶりに人物別の記事目録を雑誌記事人物作品としてオンデマンド出版で刊行した。現在の理事長は 王谷総一の三女、王谷栄子、副理事長は上田康夫、上智大学名誉教授。王谷総一は本の分類整理を重視した。雑誌や書籍の記事を人名作品と県名作品で分類し、手書きのカードを作成させた。特に県名作品は世相を反映した項目立てを行っており、一般的な分類法とは違った記事検索を可能にしている。 著名人の雑誌掲載記事を人物別に分類。年間約4000の人名項目が新しく作成される。雑誌掲載記事を事項別、事件別に分類し、新しい項目を作る。大谷総一文庫は慢性的な赤字経営となっており、その原因は利用者の減少、年間契約の法人会員の減少、国立国会図書館との競合にあるとされている。 平成26年度は4000万円を超える赤字を計上したと報道される。塚田増宏によれば、国立国会図書館サーチでは、雑誌の目次に記されたキーワードからしか記事を検索できないが、大谷総一文庫では、本文の語句から独自にタグ付けしてデータベースを構築しているので、より多くの記事が見つかる場合があるとしている。 大谷総一ノンフィクション賞を受賞した作家の後藤、正春は書き手にとってはなくてはならない場所と語っている。2017年5月29日、年間約2000万円の赤字を立て直すため、入館料300円を500円に引き上げるとともに、クラウドファンディング、レディー4で支援を呼びかけたところ、3日間で目標の500万円が集まったと報道された。 作品データベースの作成は、常勤職員34名の手作りで、15年度の利用者は約8万7千人、うち来館者は3万7千人であり、有料データベースの方が利用者数が多い。集まった支援金の使途は、施設の補修やデータベースシステムの改修、職員の給与等とされている。二千十九年七月三十日には、安定運営のために、 年2000万円以上の寄付獲得を目指す支援組織、パトロネージュ発足と8月1日からの寄付受け入れが発表された。生前の王家と信仰があったデビプ人が代表を務める。王家総一文庫世田谷本館小ご文館1982年には日本唯一の雑誌専門図書館として社会に寄与してきた実績が評価され、第30回菊池博士賞を受賞した。 ありがとうございます。